その勇者たちが海を渡り、黄金の羊の毛皮をヨルコスに持ち帰らなければよかったのに。それなら、エデイアさんもイアソンさんに恋することもなく、ヨルコスに駆け落ちすることもなかったはず。それなら、ペリアス王の娘たちを騙し父親を殺させることもなかったはず。それならペリアス王の息子の復讐から逃げて家族でこのコリントスに来ることもなかったはず。何もかもがメデイアさんには向かい風。夫婦の愛情も消え去った。男の裏切りにメデイアさんの心はズタズタ。喉の奥から時折こぼれてくるのは嘆きの言葉。懐かしいお父様のこと、ご実家のこと、ふるさとのこと、すべてあの男のために捨ててきた。なのにその男に捨てられて。何か恐ろしいことが起こるような気がする。メデイアさんの心は苦しみの重さにあえいでいる。これ以上はもう耐えられないかもしれない。私にはわかる。だからこそ不安。メデイア様の様子は？もう限界。一緒に苦しむ私も疲れ果てて。まだ収まらない？まだ。かわいそうに。じゃあ新しい不幸については何も知らないの？何のこと？いや、ちょっと年寄り連中の話を聞いて、どうやらこの国の王クレオン様がメデイア様を追放しようとしているらしい。本当かどうかはわからない。聞き間違いならいいんだけど。イアソンさんはいくら不仲とは言っても何か言ってる？新しい愛の前では古い愛は色褪せてしまうんでしょう。あの人の心はもうこちらの家族にはないみたい。古い不幸になれないうちに新しい不幸が積み重なるなんて。メデイア様の耳に入るまでは知らないふりをしておいた方がいいかもしれない。人間なんてそんなもの分かっているでしょ。誰でも自分が一番可愛い。気をつけて。子供たちを気の立ったメデイアさんに近づけないように。恐ろしい目つきだった。何かひどいことを考えているのかもしれない。ああ、死にた。あの嘆きのもやは黒い雲になって怒りの稲妻として落ちてきそう。いつそうなるか、その時はどうなるのか。あんなに高いプライドがひどい扱いに今までずっと耐えてきたのだから。ああ、悔しい。この不幸な母から生まれた呪われた子供たち。ああ、嫌な予感がする。悪いことが起こらなければいいけど。声が聞こえた。遠い土地から来た不幸な人の嘆きの声が。どうしたの？ねえ、この家の不幸を見るのは私もつらい。この家が光なら私はその影、いつも気にかけてきたから。家なんてもうない。イアソンさんは王家に行こい、メデイアさんは部屋にこもりき、身も心もボロボロで、どんな慰めの言葉にも癒されることはない。ああ、生きていてもつらいだけ耐えられない。もう一度死にたい。不幸な人生を断ち切ってしまった。どうしてそう死に急ぐの？そんなことを願ってはいけない。死んではダメ。男が他の女を愛したからって恨んではダメ。ダメ。神々はあなたの味方、きっと助けてくれるはず。だからもう泣くのはやめて。嘆きすぎると体に悪い。結婚の誓いを交わした男を私は今こうして憎んでいる。お父様、我が故郷、もう二度と私は戻れない。全て裏切り、全てを捨てて、最後には実の弟まで無残に殺して逃げてきたんだから。お部屋から出てこない。私たちと話ができない。苦しさや辛さも少しは和らぐかもしれない。激しい怒りも静まるかもしれない。友人として心の支えになってあげたい。ねえ、あの方を連れてきて。友達が待っていると伝えて。誰かに危害が及ぶ前に、心の痛みが爆発する前に。分かった。でもできるかどうか一応やってはみるけど。昔の人は愚かだった。その通りかもしれない。お祭
祭りやお祝いの席で歌を歌って盛り上がり、人生を楽しむ方法は知っているのに、人の世の苦しみ、悩み、悲しみを歌って癒す方法を誰一人思いつかなかったんだから。死や突然の悲運が家を滅ぼすこともある。そんな時に歌こそ必要なのに。同じ傷を返せる。あなたたちと私とでは立場が違う。あなた方は自分の故郷で暮らしていて、父親の援助もあるし、自分の家に住んでるし、家族や友達が身近にいる。でも私は故郷を失い、夫から恥ずかしめを受けている。ここから遠く離れた国から無理やり連れてこられた戦利品、不幸から守ってくれる母親もなく、胸を貸してくれる兄弟も頼れる親戚もない。怒りは隠されてこそ向き、分かりやすい憎悪は復讐の機会を逃してしまう。そう言われて隠せるものなら怒り恨みといっても大したものじゃない。大きい不幸を隠すことは難しい。それなら立ち向かう方がいい。怒りに任せた態度だけはやめましょう。おとなしくしていたって安全かどうかも分からないのに。運命は強い者には物おじして、弱い者を圧迫するもの。勇気だって使える場所を選んだ方がいい。使える場所がないならそれは勇気じゃない。周りは全て塞がって逃げる希望も見えない。どこにも希望がないならどんな絶望もしなくて済む。あなたは故郷には見放され、夫婦の真偽も捨てられた。
私が。メディアが残っている。私の中には海もあり大地もあり、武器も人も神々も雷だってある。知っているでしょ。でも権力は敬った方がいい。私の父も王だった。大勢に囲まれて怖くないの？怖くない。死ぬしかない。望むところ。子供がいるのに。その父親は誰？逃げた方がいい。逃げ回るのにはもう飽きた。逃げないの？復讐が先。それに傷つけられるだけ。私なら大丈夫。メディアさん、私はこれからメディアになるの。冷静になって。男に裏切られ女の立場をないがしろにされたら女は残酷になれるはず。妥協した方がいいこともあるし、言葉は選んだ方がいい。気持ちはわかる。あなたの辛さは我慢するには大きすぎる。フレア王が。メディア、随分機嫌が悪そうだ。夫への恨みで凶暴な禍々しい怪物のような目つきをしている。さあ命令だ。出て行け。この国から追放する。今すぐにだ。猶予はない。私が決めたことだ。私が見届ける。お前が国境を越えるまで戻るつもりはない。何か言い残すことはあるか？追放の理由は何です？追放の理由を聞いてどうする？私を裁くなら公正に私の話を聞いてください。ただ虐げるなら命令だけでいいでしょう。公正でも不正でも権力には服従するものだ。不正をする権力が続くことはありません。片方からしか話を聞かずに決めるのは、たとえ公正な決定であってもその権力が公正とは言えません。お前は恐ろしい女だ。取り返しのつかない災いで娘に被害を及ぼすかもしれない。それにお前は頭がいい。魔術も使える。良くないことを企むかもしれない。その上今は夫に捨てられて怒り狂っている。お前は元夫と私と私の娘に復讐すると言っているようだな。それならこちらも身を守らなければならない。同情して後で後悔するよりもひどい男だと今恨まれた方がマシだ。辛い思いをしてきたのは今が初めてではありません。この名前のせいでいろいろと噂を立てられてきました。下手に知識があると体を使って働くことをバカにして怠け者になる上に周りから妬まれ嫌われます。新しい知識を紹介すれば実践では役に立たないと罵られ、変わり者だとけなされる。確かに私には知恵がある。そのせいで妬まれたり警戒されたりもします。とは言っても人並み程度、噂ほどではありません。それなのになぜ私を怖がります？なるほど、潮らしい物言いなだ。だがお前を恐れる気持ちは変わらない。それどころか今の言葉を聞いてさらに増した。私が何か恐ろしいことをすると本当にそう思っているのですか？支配の他にある方々に何かできるようなそんな知恵などありません。男のように怒りが顔に出るような女は用心しやすいが、顔にも出さずに悪事を働く者から身を守るのは難しい。あなたは自分が選んだ男と自分の娘を結婚させた。それだけです。私が恨むのは私の夫だけです。だから私もあなた方の幸福を妬んだりしない。おめでとうございます。皆様の幸せを祈っています。お前に祈ってもらわなくても平気だ。どうして私が祈ってはいけないのです？私もぜひ婚礼に呼んでください。私は長い間イヤソンの妻でした。お嬢様に助言できることもあります。お前を今すぐ追放するのはそんなことを避けるためでもある。荷物をまとめて今すぐ国境を越えるんだ。お願いです。どうかこの国に住むことだけはお許しください。あなた方は何でも思い通りにできる権力をお持ちです。私はそれに従うだけ。何も文句は言いません。では出て行け。今すぐに。お前の追放はイヤソンの願いでもある。それに私に敵意を持つ者をここに住まわせておくわけにはいかない。イヤソンが。どうかお願いです。無駄だ。私の意思は変わらない。ではせめてここに来た時と同じ道連れと一緒に。何を言っても無駄だ。私の願いは聞いていただけないのですか？お前に殺されたペリアス王は殺される前に願いを聞いてもらえたか？どうしても私を追放されるのですか？自分の家族の方が大事だからな。
私の故郷、今になってこんなに苦しく思うなんて。私も同じだ。子供を別にすればこの国を一番愛している。愛するということはなんと大きな災いをもたらすのでしょう。愛が災いをもたらすかどうかは運次第だ。さあ出て行け。もううんざりだ。私だってうんざりです。不幸にはもう飽き飽きしました。力ずくで追い出させてやる。怒りを鎮めることがいかに難しいか、そして王としての振る舞いがいかに大切か、私も王家の娘として理解して。たとえ今は流浪の身の嘆願者、身寄りもなく見捨てられ周りから迫害される私でも、かつては高貴な父を持ち太陽の神の血筋を受け継いでいます。王にとって壮大で偉大で時が経っても変わらないもの、それは苦しみ困っている人を助けること。全て失った私でもそれだけはまだ持っています。私が王として哀れな者を土足へ踏みにじる人間でないことは分かっているはず。国を追われ危険に怯えている男を婿に迎えた私だ。実際フェリアスの息子アカストスから二人を死刑にするから引き渡せと要求されている。お前をかばってここの国民と私がお前の罪を引き受ける義務はない。お前を追放してこの国の平和を守るのだ。私の些細な願いも聞き届けられず、私から全てを奪って結ばれた平和は公正な平和とは言えません。アカストスは父親が殺害されたことを糾弾している。お前に騙された親孝行な姉妹が親殺しをやらされた話だ。私の行いを悪行として全て数え上げても構いません。喜んで認めます。罪ある女と責めさえないでも構いません。でもどうかその罪の源だけは私に返してください。私は罪人です。認めます。でももう一度だけお願いします。哀れな女に住む場所、居場所をくださいませ。粗末な隠れ家で十分です。田舎の外れでも構いません。イアソンは安全で無害な男だが、お前はひどい罪を陰で企む女だ。泣き言を言うなら別の土地に落ち着いてからにしろ。どうして私だけが追放されるのです。私は一人でここに来たわけではありません。アカストスに責められるのが怖いのなら誰かの王国から追放しなければいけないのではないですか。お前と別れればイアソンを救うのは簡単だ。父を裏切ったこともなければ国を裏切ったこともない。人殺しをその手で実行したわけではないし、罪なき者の血でその手を染めたこともない。もし罪があるとすればそれはお前を妻としたことだ。イアソンを解放してやれ。お前さえいなくなればあの男に罪はない。罪人は二人、違いはないはず。フェリアス王が死んで得をしたのは私の力を利用したイアソンであって私ではありません。確かに私は多くの罪を犯してきましたが、どれもイアソンのためにやったこと。私に罪があるのなら半分はあの人のもので。お前の居場所はここにはない。出て行け。では私を殺してください。子供たちと一緒に。どうしてお前は死にたがる。どうして私を生かしたがるのです。あなたもイアソンも私がどうなろうと気にもしていないのです。私は血を流したくない。王は王らしく振る舞うべきです。お前の忠告を聞きに来たわけではない。わかりました。子供のことは心配するな。あの子たちは私が守ると約束する。一つだけお許しを。また何か企んでいるのか。命令には従います。ここに住まわせてほしいという頼みではありません。聞く気はない。出て行け今すぐに。罪なき子供たちにはどうか母親の罪を着せないでください。子供たちに私が父として情けをかけてやる。それが娘の願いでもある。では追放される私に一日だけ
今日一日だけ猶予ください。あなたも人の子の親ならどうかお慈悲を。追放に不満を言っているわけではありません。ただ不幸な目に遭った子供たちのために泣いてやりたいだけです。私も年を取ったのかもしれない。これまでの情けをかけて痛い目に遭ってきたが仕方がない。イアソンからの頼みもある。お前の願いを聞いてやる。だがいいか、猶予は明日の日の出まで。それを過ぎてもまだとどまっているようなら死刑にする。私は本気だ。婚礼の準備も進めなければならない。期限は今日一日だけだ。私も多くの人間を殺してきた。私が攻め落とした町にもたくさんの子供たちがいた。私はその子たちにも静かな一夜を過ごさせることにしよう。私の運命と引き換えに。もし望むならせいぜいこの一夜を私を殺すために使うがいい。かわいそうに。誰か頼れる人はいる。どこの国が受け入れてくれるんだろう。落ち着いて。正気をなくしている様子が顔に出ている。この魂の重みがどこに傾くのか、どこに向かうのか、私にもわからない。脅したり怒り狂ったり泣き崩れたり、この大波はどこで砕けるのだろう。乱れた気持ちが今洪水のように溢れてる。これまでの罪以上のことをしてしまうかもしれない。あの時と同じ顔。何か大変なことが起こる。凶暴で野蛮で神に歯向かうこと、私にはわかる。あの表情。神様、私の間違いだと言ってください。あの私を裏切った男はクレオンの権力が怖いの、それともアカスタスに死刑にされるのが怖いの。たとえ仕方なく妥協したのだとしても、妻のところに来て別れの言葉くらいは言えたはずじゃない。英雄だったはずが、そんなことも怖くてできないなんて。子供二人のために一日だけの猶予、短すぎると嘆くことはない。長い一日にしてあげる。今日のことを歴史は決して忘れることはないだ。私は神々に歯向かい世界を震え上がらせてやる。不幸に乱された心を鎮めて。私の心が和らぐのは世界が私と一緒に転覆するのを見るときだけ。私が滅びるなら世界も滅びればいい。その時は他の人も連れて行ったら楽しいでしょう。権力に逆らってもいいことはない。終わりなき夜、果てしない夜、これが私にとって不幸であるということは誰にも否定はできないでしょう。でもこのままで終わるなんて思わないで。新婚の二人は前途多難、花嫁の父親にも少なからぬ試練があるはず。クレオンはとても親切な人。でもあなたも若い時に罪のない人の首を切ったでしょう。獣たちの世界ではダメになる前に年寄りは殺してしまうの。みんながあなたを当てにしているなんて考えてはダメ。私はメデイラ。私にもいいことと悪いことの区別はつく。私はこれから何をしなくちゃいけないかもちゃんと分かってる。あなたは年を取って私にもう一晩だけいてもいいなんて言ってしまったんでしょうけど、今にその償いをする時が来るでしょう。さっさと追い出せば私の計画を潰すことができたのに、もう一日いてもいいだなんて。もう一日あれば殺せる。父親と娘、その夫、三人を。殺す方法がたくさんありすぎて迷ってしまう。ねえ、寝室に火をつけて焼き殺すのと、ナイフで腹を切り裂くのとね、どっちがいい。でも忍び込んだ時捕まえられたら笑い物にされて殺される。やっぱり慣れた毒を使おう。その後はどこの国が受け入れてくれる。一体誰が身の安全を保証してくれる。ダ
全な逃亡先を見つけてから計画を進めよう。でも、もしこのまま追い詰められたら。死ぬのは覚悟でナイフで刺し殺してやる。私をこの国から追放する奴らの輝かしい結婚は悲惨で辛いものになるだろう。さあ、メディアよ、考えろ、進め。今が勇気を示すとき、悔しさ、辛さを思い出せ。いや、そのごときに馬鹿にされる、そんなお前ではない。私は太陽の神、ヘリオスの孫、光り輝く一人の神の血を受け継ぐ子孫だ。さらに安泰になるのだが、あのアテネの老いた王が私のために苦労を重ねた末に他の男に取られた悲しみを抑えて簡単に怒りが消えるとは思いません。とはいえ言葉を尽くして私を諦めてもらえるようにします。年も離れすぎていますし、もしアイゲウスが怒り狂うなら相応の代償を払わせましょう。恥ずかしい年寄りの片思いは力で消してあげましょう。そこまでしなくてもいい。ただ丁重にお引き取り願おう。お前が礼儀をわきまえた断り方さえしてくれればアイゲウスの怒りは私が鎮められるはず。アイゲウスからの栄光を捨てこんな私を選び、この私のためにクレオンを説得して子供たちを追放から救ってくれて、何と言っていいか。子供たちに罪はありません。それに愛する者にとっては当然のことです。あなたは大いにつくべきだったのだ。たとえ大いもなくとも必要なものはあなたには備わっています。人々は私たちの結婚を称えてくれるはずです。あなたとの結婚を父が提案してくれてとても幸せです。ええ、王の命令には従うしかありません。気が進まない？そんなことはありません。私にあなたを幸せにすることができるでしょうか？哀れなのは私の方です。これ以上の幸せはありません。メデイア様のことが心配ですか？気にすることはありません。あの女はたくさんの犠牲者を出してしまいました。神々がその罪を見逃すはずがありません。神々はあなたに優しくするでしょう。もし全てが罪になるならあなたも震えていなければならないでしょうけど。
確かに私も非難を受けるべきかもしれません。しかしあなたの目も私と同じように罪に加担しています。その罪を鎮めるのが私の役目です。その目から涙を流させることはありません。私の不幸な流浪の終わりが来たんです。あなたの不実なら私も同じ。私もいつか裏切られるのでしょうか。あなたの疑いが私の痛みを大きくさせます。私があなたに新しい恋をしたとき、あなたはあの人を裏切り、その鎖を断ち切った。私はあなたの新しい鎖になるのでしょう。その新しい鎖に死ぬまでつながれていましょう。アイリーフォーがおいでになりました。少しの間向こうにいていてください。アイリーフォーがあなたを見たら彼の苦しみが大きくなってしまう。信じがたい噂を聞きました。恥ずべき縁組を承諾されたというのは本当でしょうか。国民は震え、宮廷は不平不満の声に満ち、あの流浪の裏切り者将の殺人者がやがてはここの王となり、その子孫を大いに残すという責めをこの国は負わなければいけないのですか。全ギリシアの憎しみの的が、その悪行の末にあなたの夫として迎えられることをこの国は耐えられるのですか。人殺しの妻と呼ばれることになってもいいのですか。落ち着いてよくお考えください。妻の罪を夫に着せてはいけません。私の父も同意した上で不幸な男を夫にしたのです。しかも高貴な血筋、武勇の誇り高く罪に汚れてはいません。選ぶ夫を誤ってはおりません。王の身分とあの人の立場の差は承知しています。けれども愛する人を立場によって選びはしません。愛情はその人自身のために燃えるのです。しかし、あなたが私を愛されたのは王位を継ぐ王女という資格。時に言葉にならない不思議なものが取り付き、心をさらい、愛してしまいます。時に訳もなく恋する人が目の前に現れ、魂をつかまれます。以前からアイゲス様に愛されながらイアソンを夫とするのはそんなにおかしなことでしょうか。私はあなたに愛された時、あなたの父親のように愛していました。イアソンには恋をしたのです。私にはそのような慰めをいらない。私はただあなたの心が欲しかった。恋を、その盲目を責めることは私にはできない。私と殺人者と二人のうちで選択を間違えたと言われても納得はできないだろう。間違えたのならその理由を聞かせてほしい。私の過ちを許せないとおっしゃるのであれば、もう過ちとは申しません。この国を愛すからこそ巨大な権力との結婚を思いとどまったのです。あなたのいるアテネの王位は私に何を与えてくれるのでしょう。私はすでにここで王女の地位にあります。この王位を別の王位と変えようと望みません。あなたの王冠を受ければ私の王冠を捨てなければいけません。それに年老いた私の父のことをお考えください。私がそばにいることは妃に先立たれた父の慰めでもあります。あなたに従うことができないのは、この国と父を愛するためです。お分かりいただけると信じております。ですから別の夫を迎えることとなりました。どうかお許しください。なんだこれは。その美しい姿でアテネの大いの鬼滅を誇ればいい。こんなひどいやり方、私の心をあざけり笑うなんて。いや、その自分の恥が笑え。ただこのような侮辱はそのままにはしておけない。傷つけられた愛は力に訴えてやる。この近くに怒りを下ろす船には兵士があまりあるほど乗っている。若さはないが勇気はある。今日にでもその傲慢を打ち砕いてやる。
メデイヤはどうだ。何をしてる。少しは落ち着いたか。辛そうですが落ち着いてきました。時間が経って怒りが静まり憎しみを抑え、もうあなたに何かするほどの気持ちではないようです。メデイヤを愛した私の気持ちを知っているお前には私がどれだけ辛いか分かるだろう。クレウサも泣いてはいたが、彼女が王に頼み込んでくれたおかげで子供たちの追放は免れたんだ。クレオン王も国のためにメデイヤを追放しなくてはいけないことを悔やんでいる。あなたがまさかここに来るとは。家族を裏切り、これほどひどい目に遭わせておきながら、そんな平気な顔をして。お前と二人で話がしたかった。私に何か言いたいことがあるの。立つ前にお前の言いたいことを聞きたい。あなた怖くはないの。クレオン王はお前を殺そうと考えていた。それを私が必死に頼んで追放にとどめてくださったんだ。追放は罰だと思ってたけど、ありがたい恩赦だっていうの。どうして私を殺させなかったの。お前が長い間私の妻だったからだ。それにお前を愛していたから。もう今はそうじゃないっていうの。何か必要なものはないか。ここから出てからも苦労が多いかもしれない。あなたからは何ももらわない。お前がどれだけ憎んでも私はお前が憎めない。逃げられるうちに逃げた方がいい。王が怒ればひどい結果を生む。逃亡が終わったと思ったらまた逃亡が始まるのね。でもこれまではあなたを守って逃げてたのに、今度はあなたから無理やりに追い出されるんだから。でもどこに私を追い出すの。これまであなたのために開いてあげた道はことごとく私のためには閉じられてしまっているのに。不幸だと思わずに今は運が良かったと考えた方がいい。私に忠告しているつもりでもクレウサのことを思ってるんでしょ。丈夫を追い出せばクレウサに嫉妬も消える。お前は私の愛情を罪だというのか。それだけじゃない。私がどんな罪を犯したというんだ。私の犯した罪すべて。お前の罪で私が有罪になるというのか。それはあなたの罪。すべての人が私をひどく言おうが構わない。でもあなただけは妻を擁護し無罪だとあなただけは言ってほしい。私はこれまであなたの命を何度も助けてきた。国を捨て父を裏切り弟をバラバラにして海に捨てたことも、あなたに王位を譲ろうとしないペリアスを彼の娘たちに殺させたことも、みんなあなたのためにやったことなのに、あなたは。落ち着いてくれ。子供たちのためなんだ。子供たちのため。子供なんてもういい。諦める。捨てる。放置する。何を言ってるんだ。もし私がお前の恩に真偽を守るなら私は死刑になっていただろう。それを逃れるために情けない私はお前に誓った真偽を破らねばならなかった。しかしそれは子供たちのためなんだ。親が死刑になれば子供だって生きてはいけない。私は子供に負けたんだ。じゃあクレウサはあの子たちに兄弟を産むつもりなの。もちろんだ。そんなかわいそうな私の子供。あの子たちに王家の血筋にふさわしく育ててやりたい。それに新しい妻が子供を産めば兄弟は増え、同じ家族として守ってやれる。そうすれば私たちの子供の将来も幸せだ。幸福を手に入れたあなた、お願い、私にも幸福を返して。あなたのためなら祖国も捨てた。父も弟も誇りさえも追放するなら全て返して。何を言ってるんだ。お前だけでなく私まで破滅に導きたいのか。お願いだ。すぐに出発するんだ。あなたはもう逃げなくてもいい。でも私は今度はたった一人で行かなきゃいけない。誰のせいでもない。誰のせいでもない。妻を捨てたのは誰。王家の娘と結婚したのはお前に飽きたからでも、彼女に心を奪われたからでもない。
この右手、この膝、何度もあなたに愛された、この手をつかまる、この膝を開いた。でもこの手をつかんでいたのは裏切り者、この膝を開いたのは不実な男、すべては虚しい夢だったわけ。私、あなたを愛してた。10年私はあなたのそばにいた。今度の結婚は愛のためじゃない、お前たちのためだ。私はお前を助けたいんだ。助ける？私を？アカストスが迫ってきている。私はお前が死ぬのは嫌なんだ。じゃあクレオンとアカストスの両方から逃げましょう。私と一緒に。それでどうなる？その二人が手を組んだらもっと恐ろしいことになる。私が全員殺してあげる。冷静になれ。何かお前の逃亡に必要なものがあるなら言ってくれ。かわいそうに。いや、恥ずべき人間とはいえ、私はあなたを愛し、あなたのためなら追放されるのも悪くないと思ってくる。でも一つだけお願いがある。あなたの面影が残るあの子たちを連れて行かせて。それが唯一の願い。あなたには別の子供ができるでしょう。確かにそうかもしれないが、私の親としての気持ちがそれを許さない。子供が私の生きがい、救いなんだ。子供を失うくらいなら両目を、呼吸を、手足をなくしてもいい。じゃあ別れの言葉くらいかけさせて。これがあなたにする最後のお願い。さっきはひどい言葉を吐き出したけど、それは忘れてほしい。私との思い出の中でも2本だけ残してほしい。分かった。お前に対する気持ちは変わらない。お前のことも決して忘れない。言ってしまった。そうね。私のことは決して忘れさせてあげない。さあ、もうこれで何をしても罪を感じることはない。お前は私の苦労も激しい運命も一緒に過ごしてきてくれ。また力を貸して。私には大切な一枚のドレスがある。天からの賜り物で、私の国の命に太陽の神から父が受け取ったもの。そのドレスを出して、新しい花嫁への贈り物として子供たちに持って行かせるから。涙、胸が苦しい。憎しみで乾いた方が濡れる。止まらない。今心の奥底に隠した恐ろしい光景が頭をよぎった。ああ、ちっちゃくて可愛いて、暖かくて柔らかいて。どうして泣くの？何でもないの。ただ子供のことを考えてただけ。さあ、私のドレスを用意しておいて。
なる。あなた様の代わりにアイゲル様が恨みを晴らすところでした。あのアテネの王は自分のものとなる女性をイアソン様に奪われたことに我慢できず、その屈辱を力を持って返そうとされました。クレウサ様が海辺にいるとき、ご自身の望み、そしてあなた様の望みを果たそうとされました。兵士たちに囲まれたクレウサ様はただイアソン様の名を呼ぶばかり。お月の衛兵たちや民衆も役には立たず、クレウサ様は略奪者の手によって船に連れて行かれるというときに、イアソンが助けたんでしょう。はい、アイゲースを捕らえ捕虜にし、もういい、聞きたくない。アイゲースにさらわれてクレウサに手出しすることができなくなったら、私の悲しみの行き場がなくなってしまう。もしクレウサがこの国から連れ出されても、アイゲースの国で大事にされるだけ。それは不幸ではない。呪われた場所、恋をする前は決して入る場所ではなかった。望むのは悲しい幸せ、嘆くのはこうしてまだ生きていること。どうせ死ぬのなら自分の手で死んでいきたい。死力を避けられるならこの命を絶つための刃も痛くない。敵から死の宣告を受けるのは王としてはただの死以上のこと。情けない、愛する者を得ようとして失敗し囚われの身になるとは。恋に破れ侮辱され、名誉を失い命と国を失うとは。老いた者の恋は同情の余地はない。誰だそこにいるのは。アテネの王よ、安心してください。そこから出して差し上げます。その代わり約束してください。ここから自由にしてくれるなら喜んで約束しよう。不当にもこの国から追放される私をあなたの国に住まわせてください。私を受け入れてくだされば必ずあなたに幸運が訪れる。分かった、私の国でよければ。そしてその不当な扱いの仇を討ちましょう。軍を率いて攻め込み、この国を滅ぼして、クレウサとイアソンをあなたに引き渡そう。お申し出には感謝します。でも私の復讐は他の人の手を借りることはできないのです。王である私の力ですら足りず、この恩を返すことができないのか。恩を感じてくださるなら先ほどの願いを聞いていただけるだけで十分です。では喜んで私の国があなたを受け入れよう。そしてもし老いた私を厭わないのであれば、妃として王座に座られるがいい。私の国まで来てくれればできる限りのことをしよう。あなたを守り誰にも引き渡さないと約束する。誓ってください。私が信用できないというのか。あなたのことは信用しています。でもペリアスの息子とクレオンと私には敵が2つある。彼らは富と権力を持っています。無力な私には太刀打ちできません。なるほど、何をし何をしないと誓えばいい。私をあなたの国から決して追放しないと。敵が私の引き渡しを要求しても決して承諾しないと。生きている限り必ず守るとお誓いください。分かった、今あなたが言ったこと全てを必ず守ると誓おう。もしその誓いを破ったら全てのあらゆる罰を引き受けよう。安心しました。お行きください。やるべきことをやって私もすぐに立ちます。ありがとう、国で再び会えることを願っている。これであの港に命綱を結びつけ、私の子供たちをこの国に置いてかわいそうな目に遭わせるつもりはない。あの子たちには花嫁への贈り物を持って行ってもらう。あの女がドレスを着た時、あの女は無残な最後を遂げる。女の体に手を触れた者も皆同じ目に遭うだろう。でもこれ以上はもう言えない。子供を殺すの、恐ろしさと悲しさで胸が詰まる。誰にも救えない。
の男に必ず償いをさせる。あいつはもう生きている我が子の姿を見ることもできなければ、新しい妻に新しい子供を産ませる時間もない。やめて。しょうがない。あなたは私の立場にいないから正論が言えるだけ。本気で我が子を殺すの？それがあの人を苦しめる一番の方法だから。あなたを誰よりも不幸な女にする方法でもある。構わぬ、もう何を言っても無駄。
それなのにどうして人間は子供を持つの？フェデリア様、お逃げください。船でも馬車でもいい、とにかく逃げるのです。さあ早く。どうして？王と王女様が亡くなったのです。あなたがあのドレスに込めた毒のせいで。それはよかった。何を言っているのです。王妃を破滅させ、その知らせを聞いて喜ぶなんて正気とは思えない。どんな様子だったの？二人のお子様があなたからの贈り物を持ってきました。クレウサ様が贈り物のドレスを身につけた途端、毒の炎が広がり、恐ろしいことが起こったのです。火の流れはあっという間に全身を包んでしまいました。ドレスは肌に食い込み、締め上げ、切り裂いていきます。助けようとしたクレオン様にもその火が燃え移り、その体を焼いていきました。燃えた服を脱ごうとすると肉も一緒に骨から剥がれていきます。二人の亡骸はどこに目があるのかも分からず、顔は跡形もない。火と混じり合った血のしずくがボタボタとしゃたり落ち、骨から剥がれた肉が松ヤニのようにドロドロと流れ落ち、まるで目に見えない毒に食い荒らされたかのようなおぞましい光景でした。炎は王宮に燃え広がり、町にも迫っています。あなたがこれからどうするのか、私に口出しできることではありません。でもこの復讐は必ずあなたの身に及ぶでしょう。人の世は影のように儚い、こう思ったのは今が初めてではありません。知恵がある人、頭がいい人、そんな人に限ってとんでもない災いに遭うの。人として生まれたもので幸せなものなどいない。あふれかえる富に浸って生きる者も人より運が良かったというだけ。幸せとは言えません。Thank you.
ければいけないのと、あなたを奪われるというのに。この呪いが結婚の代償なら、それを導いた罪は私にある。今の私がメディアなの。弟の首を切ってよかった。手足を切り刻んでよかった。父を裏切ってよかった。あの娘たちに力を与え、父親殺しをそそのかしてよかった。お前の右手はもうあらゆる悪いことを知っている。怒り、お前はどこに向かう。私は復讐する。それが正しいと決めたの。今の私はもう妻とは呼べない。今の私はもうあの子たちを私の子供とは呼べない。父親の罪を償ってお前たちが罰を受けて。全身が私は母だと叫んでいる。自分の子を殺すの、いいの？いくら私でもできない、してはいけない。この子たちが何をしたの？あの男を父に持ったことと私を母に持ったこと、それが罪。そう、あの子たちは死ななければいけない。殺してもいい。私の子供だから。罪もない、過ちも一切ない潔白な子供たち。それが何？何を迷うの？私の魂、なぜ頬が濡れる？なぜ怒りと愛情が私を引き裂くの？おいで、かわいい子。何に虐げられた家族の慰めはお前たちだけ。ここに来て私は泣いて。でも追放と逃亡が迫ってる。あの子たちは今すぐにでも私のそばから引き離される。いくら泣いても騒いでも、死んでも父親の絶賛は受けさせない。恨みがまた浮かんでくる。憎しみが燃え上がる。私の息子、殺した父と弟への償いにはちょうどいい。きっとあの子たちは私への仕返しのためにもっとひどい殺され方をする。そんなことがあってはならない。さあ、ためらうな。恐るべき罪に向かって突き進め、辛い人生に向かって踏み出せ。ひるむな。忘れろ、腹を痛めて産んだ若子だという。愛しい若子だということを、せめて今日一日だけは忘れるのだ。泣くのは後でいい。私が殺した弟、復讐の女神たちに言ってあげて、亡霊たちにも私は大丈夫だからって安心して地獄の底までお帰りくださいって。神様たちがついてなくてもちゃんとできますから。この犠牲はあなたのために、
あなたの魂を弔いますと。さっきから鳴っているあの音は何？ああ、この国が戦いの準備をしているので、私を滅ぼすために。さあ、一緒においで。お前も連れて行こう。お前は私が自分で運んである。人間どもにお前の腕を見せつけてやられる。私の子を育てその子を殺した。
神々は思いもかけない結末を私たち人間に与える。思う通りになることはなく、ありえないと思うことをするのが神。私を生きる。お前がつけた血まみれの足跡の中、私は明日からもまた無関心な神に見られて生きる。生きなければいけない。ならいいんだけど、お宅はどんな感じです？まあまあ